どうも、安田です。まあ今連日ね、メディアで某いかがわしい宗教がね、戦いまくってね、まあ多分解散命令待ったなしかなと思ってます。はい。でね、まあ、どっかのね、いかがわしかった宗教、いかがわしすぎた宗教も、まあ解散した後にさ、なんか残党が新しい組織を作ったじゃないですか。うん。まあそれがいいか悪いか知らねえけど。うん。で、今回もね、多分ね、今、解散命令待ったなしの某いかがわしい宗教も多分残党が何か作ると思うんだけど、この際だから言っとくけど、どうせ6段も作んねえんだから、うちに来いよ。うん。我が陰部万華鏡に、うん。我らが崇めるべきクレール神をね、我らクレールの民、うん。クレール人と共に崇めようぜ。うん。陰部万華鏡は、金取らねえから。1円も。うん、取んねえ。うん。あ、それ保証する。だから金がねえ、底辺でも入れます。うん。俺が入ってんだから。うん。だから、低学歴の低収入の底辺でも入れるから。うん、バンバン陰部万華鏡に来なさい。うん。陰部万華は、来るもの拒まず去るものわずなんで、ね。で、まあ金は取んねえんだけど、まあ男性は、まあ、気持ちでいいから、まあ、例えば部屋にさ、積んでるレアガンプラがあったら、僕にください。あと、まあ、女性はね、まあ、手作りのお弁当か、P でいいです。はい。ってことでね、我が陰部万華は、来る者拒まず、去る者わず、うん、お金は取らない。うん、本当に、この世の宗教は我が陰部万華鏡だけで十分です。はい。なんか、あそこのおばちゃんがめっちゃ俺のことをね、見てますね。なんか、都合されそうなんで、帰ります。はい。じゃあ、また。シュ